はい、こんにちは。ジョセフ・ティテルさんが、おととい9月29日に、2023年10月の予知動画を出していたので、和訳して紹介します。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速、もう内容に行きます。10月は9月よりも強烈な1ヶ月になります。9月は嵐の前の静けさで、10月に嵐がやってきます。2023年最後の3ヶ月は発見。 突然の気づき、発明、想像が満載の素晴らしい目覚めと覚醒の時です。宇宙年が8である10月は、エクリプスが2度発生します。8は永遠を意味しており、10月には永遠の可能性が秘められています。私たちがゴールに挑戦するとき、この8という数字の波動が力を与えてくれ、注意力、集中力が 経済、金融に向かうようになります。新しい機会やチャンスを与えてくれる8のエネルギーですが、多くの場合、チャンスはチャレンジ、難しい問題として出現するということを覚えておいてください。今から2023年末まで様々なチャレンジが訪れるでしょう。8という数字が経済、金融に与える影響で、世界中の市場が乱高下します。 10月14日の日食の時にはそれがさらに強まり、10月末まで続きます。数字の1と8のエネルギーが混ざり、何か新しいことのチャンスがやってきます。物事がクレイジーになって崩壊し始めるとき、特に経済では銀行が崩壊し始めるとき、それは新しいスタートのために必要だから起きています。2024年は8の波動の年です。経済の崩壊。 クラッシュ、新しい形の通貨の導入などがもちろん2024年に世界中で起こります。10月に起きることは翌年起きることを反映するのですが、今回は10月が8、2024年も8の数字です。個人レベルでは10月を最高の1ヶ月にするようにしましょう。来年もっと旅行したいのであれば10月に旅行しておく。 来年もっと休暇を取りたいのであれば10月に休暇を取っておくクリエイティビティを養いたいのであれば10月に絵を描くクラスを取ってみたりすると来年の役に立ちます10月の世界レベル個人レベルでの金融業界の状態が2024年の経済的な結果を反映します何年も前から言っているように経済の崩壊は2024年にやってきますそして 今月、崩壊の始まりを感じることでしょう。銀行の閉鎖を目にするようになり、大企業が大量解雇や店舗の閉鎖を発表し、それが大きな抗議活動やストにつながって、クリプト、株などの投資でも損失を出す人が続出します。10月は個人のお金に関することにしっかりと注意を向けるようにしてください。 10月は8の波動でお金が入るポジティブな結果ももちろんあります。不動産は10月に打撃を受けるでしょう。そして10月に起きることは2024年に反映され、2024年は2008年の繰り返しのようになります。不動産を売るとしたら今です。買うのは今ではありません。2023年10月は、 空で様々なことが起こり、星の配置によって内省したくなったり、変わりたくなったり、さらに天秤座の影響でバランスを求めたりするようになります。10月14日に日食、10月28日に月食があり、10月14日の日食のエネルギーは来年の4月まで続きます。2024年4月にはアメリカの上で、 二つのエクリプスが X を描いて交差するように発生します。アメリカとそこに暮らす人々に何か大きなことが起こるでしょう。満月での月食は攻撃的で衝動的なエネルギーをもたらします。28日の月食に向け、頭がおかしくなる人が増え、暴力が増えます。10月14日から28日の間の期間は特に大変な時になります。 今年の初めの事故が起こりやすいエネルギーが戻ってきて、電車、飛行機、自動車などの移動に関する事故か、転んだり落ちたり個人的に怪我をする事故で、医療関係者は10月後半、病院が大忙しになるのを実感するでしょう。10月8日には、愛と調和の星である金星が乙女座に入ります。人間関係の細部に注意を払って、 愛情表現の仕方を改善することになるので、ボランティアを通して愛情を注ぐのもいいでしょう。10月10日は、変化の星、冥王星がヤギ座に入ります。深い部分での内部の変化、ゴールへのコミットメントが変わったりして、障害を乗り越える力を自分が持っているということに気づき、長く続く素晴らしい変化を起こすことになります。10月12日には、 火星がサソリ座に入ります。私たちのパッションや決意に火がつきますが、同時に火星というのは戦争と痛み、苦痛の星なので、12日から14日まで何らかの衝突が起きる可能性があります。10月12日頃に感情が高まるので要注意です。28日の月食のエネルギーによって勇気、自己発見、世界での新たな発見があるでしょう。 10月14日の新月の時、天秤座で日食があります。日々の生活でバランスや調和を取りたくなるでしょう。人間関係で未来に向けての決意をしたり、より公平になって協力し合うようになり、自分と他者との関係での均衡、平衡が取れるようになります。10月22日には何か大きなことが起こりそうです。 水星がサソリ座にある火星に加わり、特に真実を知りたいと感じるようになります。真実や内部告発者が出てくるでしょう。また、世界の人々が真実を求める動き、例えば、マオイの山火事について疑問を投げかけたり、真実を求めたりする規模が、10月22日頃に大きくなりそうです。10月23日には、太陽が乙女座に入ります。 これによって変化、生まれ変わることに対する私たちの意識が高まります。10月28日までの期間は、自分の中の深いところにある、恐れているもの恐怖に直面せざるを得なくなります。サソリ座のエネルギーによって闇の後には成長、再生、復活、変化があることを再確認させられます。10月で最もマジカルな日は、 10月28日です。満月、そしてお牛座で月食が発生します。安定していられるよう地に足をつかしっかりつけて落ち着いている必要があります。物事を放出するとき、特に物質的なものを手放すときです。今回の満月は月食のエネルギーの影響で 私たちは快適でシンプルな,シンプルな生活を求め自然の美しさをめでるようになります10月全体通してですが特に満月の時には外に出かけて公園を散歩したり水の近くに行ったりして自然とつながるようにしてください月食によって私たちの直感が鋭くなり敏感になったり共感力が高まったりします 地に足をつけて瞑想したり祈ったりして、自分を防御するようにしてください。夢にも注意を傾けてください。スピリットは、10月は宇宙や天使が夢の形で大切なメッセージを伝えてくる可能性があると言っています。月末にハロウィンがあり、11月2日には死者の日のお祝いがあります。先祖やすでに亡くなっている大切な人たちを敬う時間を取るようにしてください。 瞑想を通して彼らとつながる力を月食が強めてくれます。ペットやスピリットからのメッセージも受け取りやすくなります。蜂の波動と星の配置の影響で経済的なクラッシュは避けられないのですが、必ずしも経済全体が完全に崩壊するとは思いません。以前から言っている通り何かが起きるのは2024年。 世界中で新しい通貨が導入されるのは確実でしょう。スピリットが言っていたように、金か何かで裏付けされていないとお金の価値はなくなります。デジタル通貨にすることによって彼らは私たちの資産をいつでも取り上げられるようになります。10月の間に何度も話題に出てくるので、10月はデジタル通貨に注目していてください。繰り返しになりますが、 10月に起きることは、翌年起きることを反映しています。個人レベルでは、10月を素晴らしい1ヶ月にするように努めてください。10月は医療業界で新しい発見があるだけでなく、隠されていた真実が暴露されるでしょう。 新しく出た医薬品が取り除かれたりするかもしれませんが取り除くっていうなんか出荷したけど棚から全部なくなるみたいな感じで言ってました一方で素晴らしい発見新しい治療法が10月に出てきますスピリットは水の中に私を何度も連れて行こうとするので10月には水中海中で何らかの素晴らしい発見があるかもしれません 空を飛ぶ何か、空を移動する何かについての新しい発見、発展もありますが、それが何なのかはわかりません。今月はモロッコやトルコのような大きな地震がまた発生します。スピリットは複数の地震が異なる場所で同時に発生する様子を見せてくれています。そのうちの2つは同じ近くプレートの上にあるけれど、かなり離れた場所で、 同時に発生する大地震ですその地殻プレートはかなり大きいようですインドにも強く惹かれていて国境沿いで何かあるようですスピリットは地震とか異常気象もあるかもしれないが何らかの衝突があると言っていますおそらく中国とインドの国境です水中の発見はスピリットが夏に水が干からびて何かが出てくると言っています おそらく南半球、でも中近東の可能性もあります。ずいぶん前からラパルマのような火山噴火がやってきそうなのが見えているのですが、10月、11月、特に10月に火山噴火が発生しそうです。記録的な数の火山が一度に一斉に噴火するのが見えます。10月と10月から年末までは火だけでなく水の要素が見えていて、 天候は年末に向けてさらに悪くなりそうです。10月はハリケーンもまだ終わっておらず、カリブ諸島、キューバ、フロリダ、オーストラリアのウエストエンドで洪水が見えています。このウエストエンドは多分西の端っこなんだと思うんですけど、ティテルさんはオーストラリアに詳しい人で、ウエストエンドが何だかわかる人を教えてくださいって言ってます。ダムの結界が見えていましたが、それは天候のせいではありません。 インフラの故障が10月11月に増えていきます。月末の月食の頃、いつもは雪が降らないような場所に雪が降ります。アメリカに限ったことではなく、世界規模で今年は早く寒くなります。テキサスで降ったような氷によって被害が出るでしょう。政治の世界では2030年のアジェンダの役に立たない政治家を交代させようとする勢力に狙われる政治家がいて暗殺もあるでしょう。 闇との戦いで命を落とす人の数が増えます。プーチンが今思い浮かんだのですが暗殺が企てられ何らかの爆発が起こりますが彼は脱出するようです。ロシアは近い将来新しい技術、新しい兵器を使うようです。核兵器とは限りませんが衝撃的な兵器を使うでしょう。そしてそれには中国が絡んでいます。 中国は大きな危機に陥っており、それが10月にはっきりとわかるようになります。彼らが何かを企んでいて、世界全体、特にアメリカと台湾が危険だと感じます。以前、アイシスのような過激派の話をしましたが、10月半ばから後半にかけて、世界中で過激派グループが怒りのエネルギーを放出し、大きな攻撃を行うのが見えます。3つの爆破が見え、 アメリカとカナダが攻撃されるように感じます。以前、これが見えたときには、ハワイとアラスカに警告し、その直後にマウイの大火事が発生しました。フロリダが頻繁に見えていて、それは、ストーム、洪水のほかに、何か大きな出来事がフロリダで発生するようです。デサンティスの周囲で何かが起きるのが見えます。彼も取り除かれる一人なのかもしれません。 11月には9の波動になり、それは死、終わりを意味します。一方、天使の11の波動は、人類がこれまでとは全く異なるレベルで覚醒するような何かを引き起こします。12月には彗星が逆行し、今年は静かには終わらないでしょう。ラスベガスに引っ張られ続けているので、ラスベガスで何かが発生するようです。さっき話した過激派グループと関係があるかもしれません。 ヘリコプターに関する死亡事故が見えました。2機のヘリコプターが衝突するのかもしれない。そのヘリコプターに乗っている人が問題重要で、これはニュースのヘリコプターが衝突するのかもしれません。今月は事故の起こりやすいエネルギーが入ってくるので、パイロットも空を飛んでいるヘリコプターを下から見ている人も十分に注意してください。 今はバンジージャンプとかロッククライミングなど危険なことはしない方がいいでしょう。海岸沿いの地域がハワイのようになっているのが見えます。不審な状況で大火事になりそうです。なぜかオーストラリアにも引っ張られていて、大火事になるこの海岸沿いに暮らしている人々はおそらく原住民です。アボリジニってこと。火事はスマートシティを作るためのアジェンダのようです。 キノコ雲が複数見えました一つのビジョンで3つ一気に見えたので同じ地域、同じ都市だと思います2つがほぼ同時に爆発し数秒後に3つ目も爆発しましたこれはロシアかもしれないパリかもしれないどの大都市なのか分かりませんでした銃を持った男性が町の路上にいて大混乱になっているビジョンが見えました 容疑者は複数で単独の犯行ではありません。これはアメリカで発生するようです。10月は個人レベルでも世界レベルでも思いがけない方向から思いがけない方法で攻撃されます。政治だけでなく企業のリーダーたちが脱落していくのが見えます。そして複数のリーダーたちとリーダーになる可能性がある人たちを取り除こうとしているのも見えます。 トランプもバイデンもトルドーもみんな危険に瀕しています。前からトルドーは2024年には失脚すると言ってきましたが、10月にそうなるのかもしれません。トルドーの来年の数は9。トランプもトルドーも10月の数字が9です。人生からかもしれないし、他の手を,手をつけていることかもしれないけれど、脱落、離脱する可能性があります。 10月に起きることは、翌年に起きることを映し出します。10月4日を気にしている人がいますが、これは心配しなくても大丈夫です。10月に注意するべき日付は、11日、13日の金曜日、14日、28日、29日です。ということでした。 以上です。もうすごい長いのでおまけ一個だけ。フロントヤードにあるフリーリトルライブラリーに日本語の本も入れてたんですが、一気に全部なくなりました。もしかしたら、あの、どなたか日本人の方が一気に持っていってくださったのかもしれないですよね。今、ライブラリーは満杯なので、ペーパーバッグが減ったら日本語の本をもっと投入したいと思います。というわけで、stay safe, stay healthy.